こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、えー、楕円のお話の、えー、媒介変数表示という話をしていきたいと思います。えー、具体的にはですね、楕円上の点は必ずこういう風うに置けるんだぞっていうその置き方、頭のいい置き方について考えてみようっていうコーナーです。さあ、まずいきなりなんですけどね、えー、円書いてみました。半径 A の円です。 で、これみんな三角関数で勉強したはずなんだけど、コサイン、サインの定義を覚えてますか半径1の円周上の各スイーターの場所の X 座標がコサインで Y 座標がサインというものでしたよね。ま、あ今回半径 A なんでそれを A 倍しました。さあ、でね、円と楕円ってどういう関係なのかって話なんだけど、丸いものをぐにゅって縮めるのよ。 ぐにゅっと縮めてあげると楕円が出来上がるわけよ。だから例えば今こういう円が書いてあるけども、この円を縦にギュッと潰してあげたものが楕円になるわけね。はい。ちょっとこの辺に楕円書くの難しいんだけど、ちょっと俺頑張ってみるわ。俺の融資を見届けなさい、ちょっと。うん、予想以上にうまくいっちゃってちょっとびっくりしました。 <laughs> はい。A 分の B 倍縮めることにしましょう、ね。縦方向に A 分の B 倍、一応 A の方が大きいことにしておくと縮まりますんでね。でこういう楕円を、えー、作ったとします。さあ、この時にね、この A コサイン A サインという座標は縦方向に A 分の B 倍されることになるなら、 当然これ、A コサイン B サインという座標に移ることになるよね。はい。円周上の同点は、どの点も縦方向に A 分の B 倍して、こういう点として表現することができる。ってことで、媒介変数 θ を用いて、楕円上の同点 P は、こういう形で表すことができるそうです。 これは、あの、今みたいに導いてももちろん構わないんだけども、多くの人がね、こうやってるはず。はい。こういう式があるじゃん。で、この式からね、コサイン2乗足す、サイン2乗イコール1を作ろうとするの。コサイン2乗足す、サイン2乗イコール1を作ろうとする。そしたらさ、 これ分のこれイコールコサイン2乗だから、x イコール a コサインなわけだし、b2 乗分の y2 乗イコールサイン2乗だから、y イコール b サインと置いてあげればいいよね。はい。こういうふうに頭の中で捉えてもらって、そっか、楕円状の同点は a コサイン b サインと置けるんだなって捉えてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、 これやるときの注意点なんだけどね。図見てもらうのが何より明らかに分かることだと思うんだけども、スイーターはさ、円のものなんだよね。これ、スイーター円の角で、A 分の B 倍縮めてあげてるこの点は、こういう風に角取っても、スイーターにならなくなってるよね。ここの今俺が指で動かしてるここの部分は、スイーターじゃないよね。っていうことで、スイーターは円のもの。 かなスイーターは円のものであるということをちょっとね、必ず忘れずに取っといてほしいなと思います。はい。じゃあ今回はね、えー、これを用いた問題というのを一問用意してありますから、じゃあちょっと一緒にやっていきましょうか。はい。それじゃあね、えー、問題を、えー、読んでいきましょうか。えー、早稲田大学の問題です。いやー、そんなの無理と思わないでね、結構どこでも聞かれるネタだからね。はい。いきましょうか。 2x2、えー、乗足す 3y2 乗イコール1を満たす実数が xy であると。いうときに、x2 乗引く y2 乗足す xy の最大値を求めましょうねという問題でした。さあ、いわゆる2変数関数って状況ですね。さあ、基本的に数学は文字の数は減らしていきたい学問なわけだから、 変数が2個あるぞっていうなら1個減らして1変数に変えたりってことをしていきたいもんなんだよね。だから例えば今回だったら、ああ、X 聞いてくんねえとかと思って、X2 乗イコールの形にして、放り込んで、X だけど式になれたら嬉しかったんだけど、残念ながらさ、こいつが邪魔なんだよね。XY の X。だって、これ仮に X イコールの形にしたら、 プラマイルートになっちゃっても一大事だよね。ということで、そんな関数の最大値を考えるなどということはとてもできるもんじゃないので、ちょっとこれはまあやめた方がいいかなって感じですよね。お前じゃあどうしてくれんだよってなってしまう。そう。これがね、そこの問題の難しいところなんだよね。さあ、ではですね、式をよーく見てほしいんだけど、 今回 2x2 乗足す 3y2 乗イコール1って書いてあるけど、これはなんだって考えたらさ、こいつは、もう真上に書いてあるからバレバレなんだけどさ、楕円そのものだよね。そう X。ax2 乗足す by2 乗イコール1という形のものを楕円って言うんだったよね。これは2分の1、3分の1ってことで2分の1のがでかいので、こういう楕円上に xy がいるということなんだけど、 うまいことを y イコールという形にして変数消去したり、x イコールの形に変数消去することは難しいことは今分かったよね。なのでね、ついさっきやったやつはちょっとこのタイミングで使ってあげようや。ね、楕円状の同点はコサインサインって置けるんだったよね。はい。例えば今回だったら 2x2 乗足す 3y2 乗だから、ルート 2x2 乗足す ルート 3y2 乗イコール1という見方ができるね。で、これで、これがコサインになって、これがサインになるように、θ ーーを置いてあげることができるぞという話だったじゃない。でね、こうすることのメリットは何かって言ったら、メリットは、θ1 ーー変数で表せるじゃないで、三角関数って、いろんな関係式やったじゃん。 まあみんなにとってはそのいろんな関係式がいろいろあってやだ覚えられない辛いってなってるかもしれないけどもいろんな関係式を使っていけば結構美味しい形あ、美味しいってのはあれね食べるんじゃなくてさこれなら最大値求められるぞみたいな形作ることができるって話なわけよ、ね、実際このコサインサインで置いてあげてこれを三角関数の式に変えてあげたらですね皆さんが数人で出会ったある形になるんですよその関数の 最大値を求めに行けば、この問題はクリアできるということなわけです。ね、ということで、はい、このところでみんなにね、えー、覚えておいてほしいことを、えー、用意しました。はい。ということでね、これぜひノート書いておいてほしいんですけども、今後ね、楕円状を動きますとか、円周状を動きますって言われたら、各スイーターを設定する、三角関数に持ち込むんだと思っといて。ね、ちょ、よく入れといてよ。 円周上の同点、楕円上の同点って言われたら、角を設定するんだっていうこと。ええ具体的な話をすると、例えば、x2 乗足す y2 乗イコール r2 乗だったら、x イコール r コサイン y イコール r サインと置いてあげればいいし、例えばこの楕円上だったら、もうさっきも書いたけども、x イコール a コサイン y コール b サインと置いてあげればいいわけ。ね。ちょ、みんな頼むから書いてな。あの、アウトプットするにはね、書くしかないんですよ。もう本当にしつこく毎週のようにこう言い続けますけど、理系の学問は手を動かしてなんぼです。ね。こう、動画だけ見てポケーっと見ててもね、できるようにならないからね。ちゃんと自分の手で答えまで出せるかどうかが大事なのよ。ね。話を聞いても使えなかったら意味がないですから、しっかり自分で写しておいて、 これが自分だけで取り出せるかどうか。ね。人に説明できるようになってるかどうかというところが大事ですからね。で、それをちょ、勉強しなきゃいけない。じゃあ、いつやるのこれ危ないね。やめとけよ、男。ということで、じゃあですね、えー、この問題の解説を黒板の方でやっていきたいと思います。はい。じゃあね、途中まで書いていきました。行きましょう。えー、2x に乗った3 y 1ル1ということから、さっき書いたようにね、 x イコールルート2分の1コサイン、y イコールルート3分の1サインと置きました。で、スイーターは、まあ、楕円何周回ってもいいって考えでもいいんですけど、まあ一応円1周分回ってくれれば十分ということで、一応0から2倍と設定しておきました。はい。じゃあ、このね、求める式のとこにバチコーンって代入してあげると、こういう形になりました。ここからが問題なんだな。多くの受験生がここで立ち止まる。ね、普通はさ、 ここの二つだけの式とかになってて、サインのみで表して、サインの二次関数とかね、コサインの二次関数に変えるって解くんだけども、今回、この二つだけじゃなくて、こんなものがいてしまうでしょ。サインかけるコサインなんてものがいてしまうでしょ。この時点でかなり苦しい戦いになっちゃうんだよね。はい。 ぜひ、これは、数二の問題として、頑張って復習してほしいんだけども、今回ね、コサイン二乗を、サイン二乗を、サインコサインこれね、全部ね、二次式って言います。で、二次式で揃ってるんで、こういう式のことを、二次同時式とか、二次同時形って言います。で、このね、二次同時形ってお話が出てきたときには、 これから喋るやり方で解きます。じゃあ、一緒に勉強していこうか。はい。二次同時式、二次同時形でやったらどうするか。はい。その前にね、ちょっと2倍角の公式の復習しておこうか。はい。サイン2スイーターは2サインスイーター、コサインスイーターで書けるよね。で、コサイン2スイーターの場合って3つあった。その中の2つを取り出します。2コサイン2乗引く1と、 一2二サイン二乗ってものがあったよね。で、これを二倍角の公式って言うんだけども、これ本によってはね、書いてないのもあるけど、本によっては書いてあるんだが、二倍角の逆を半角って言います。二倍の角度の逆は半分の角でしょだから、この二つをね、二乗イコールという形に変形するのさ。で、これを入れ替えて二乗イコールって形にすれば、 こういう形になるし、sin 2乗イコールの形にすれば、こういう形になるし、sin cos イ,イ,イコールの形にすれば、2分の sin 2垂体になるわけよ。で、まあこの形を見てさ、あーなんかこういうの半角っていうのねーって思ったと思うんだけど、それじゃあさ、いざ本番取り出せないから、ちょっと印象残してくれ。あのな。 左辺は二次式でしょ右辺は角度が倍になってるとかね、もうどうでもいいんだよ。一次式になってんだよね。以外、半角の公式っていうのは、二次式を、一次式に変換する公式なの。もう一回言うよ。半角の公式は、次数を下げるために使う式なわけよ。えー、先生なんでなんで次数下げたいのって。 いやいやいや、サインコサインの一次式だったら合成できるじゃん、ね。三角関数の合成ができたら最大値最小値は簡単に求められるんだったでしょ。ね、だから、これらの式を一次式に実数を下げて合成に持ち込んでいくっていうのがこの問題の基本方針なんだよね。まあ、正直言うと、もう見た瞬間に勝負が決まってますよ。ね、これ、これはいいとしても、 このサインかけるコサインという形を見たときにどういう対処をするかが浮かぶかどうかがもう鍵です、ね。まあ細かいことはね、三角関数の動画でね、またみんなしっかり勉強してくれればいいですけども、まず今回はこの二次同時式というものについての取り扱い方をお話ししました。はい。じゃあ、この右を見ながらね、えー、実際に当てはめてどういうふうになるのかなってことを見ていきましょうか。 だからこのとこでコ c イ,ン2スイター2 θ がちょっと整理できそうなんでね、12分ので通分してみようかね。はい。するとね、えー、こんな形になりました。さあ、これはあれだな。5とルート6っていう数字じゃ、角が決まらない合成ってやつですね。ちょっと難しいやつだ。ね、でもまあ一応合成できれば、θ が円一周何でも OK になっている以上は、 ニースイーターも円一周何でも OK なんで、まあ最大最小は難しくないはずだよね。はい。ということでじゃあ、12分の上で、えー、合成しっかりとやっていきましょうか。さあ、ね、細かいことはね、三角化数の合成のところで勉強してくださいんですけど、えー、この係数で三平方の定理っていうのかな。こういった数字のものでくくってあげるんだったよね。 25たす6は31。ルート31でくくってあげようね。さあ、そんなものでくくってあげると、どういうメリットがあるのか、どういういいことがあるのかというと、ここがコサインアルファで、ここがサインアルファになるようなアルファが存在するわけよ。 え、なんでってのは、今実際計算してみればわかるね。ルート31でくくってあげた、ここと、ここを2乗して足してあげれば、1になるでしょえそうなるように、えっ、ー、と、36って書いてるの誰かな誰だ、36って書いたのこれか。ごめんごめん。31だった。ごめんごめん。話を戻しまくろうか。えルート31っていうものでくくってあげて、こういうふうにしてあげて、 この二つをね、う計算すると一になるわけよ。ね。だからです。ね。だからこの数字でくるんです。ね。ってことで、コサインアルファーがこれでサインアルファーがこれになるようなアルファーが存在したならば、こういう形で書くことができますね。まあ、一応、こう書くが決まらないときには、アルファーはこんな書くですよってことは説明した方がいいですよ。 今回、各全体の部分が好き放題動くよね。円一周どこでも動く。ってことは、サインの値自体も、マイナス1から1まで好き放題動けるよね。じゃあ、一番大きい値取るのはいくつですかって言ったら、もちろんサインが1の時でいいでしょう。ね、ということで、えー、こんな感じでね。 きちんと円一周分以上動いたぞってこと述べといて、サインが1になるときに最大ですと。はい。じゃあ代入してあげましょうね。よって。はい。答えは12分のルート31たす1ということでした。 ということで、今回の問題気づきましたかね二次曲線の問題だったのって、本当に最初の一瞬なんだよね。あの、ルート二分の1コサイン、ルート三分の1サインって置いた瞬間なんだよ。そこから先って、数人になるよね。えー、だからね、こう、1A2B じゃない授業を今しながら、こう話してますけど、1A2B の時期がやっぱりすごく大事になるんですよね。だからこう、1A2B の復習もしっかりしなきゃいけない。でもなかなかする余裕がない場合はね、 こういうふうな、まあ1、一2味じゃない内容をしっかり勉強したところで出てきたものをしっかり潰していくっていうのが有効かと思います。ね、でも、三角関数がどうしようもない、苦手でしょうもないって人は、ぜひね、三角関数の動画もしっかり見て勉強してから帰ってきてくれたらいいと思うな。はい。じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。しっかり復習ポイントを押えて、手を動かすの忘れないでやってくださいね。じゃあまた、えー、お会いしましょう。バイバイ。